どうも影やんです今日はですね、えー、分かってもらおうとするより自分の行動に意識を向けるということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、自分がねこう辛い境遇やとか、えー、辛い思いをしているっていうことをこう相手にこう、ね、伝えたくなることがあるかもしれません。でもでもすねそそののの、えー、自分のその辛い 境つらい思いというかそういうものをですね、えー、相手に伝えるっていうことをこうしたとしてもですねそのこと自体のね問題は解決しないんですよね。その例えばその自分が病気でつらいとかですね、えー、お金がないからつらいとかねそういうことをこう言うっていうことがあるかもしれないんですけどもそれ自体そのねそれを伝えることによって一瞬だけねなんかちょっとこう。 どう,いうんですか、ね、ちょっとこうそのストレス解消にちょっとそれを話すことによって解消になるかもしれないんですけどもだからたまにその愚痴をこぼすっていうのもまたありかもしれないんですけどもその例えばお金がないとかですね病気であるということの問題はその愚痴をこぼしたことでは解決しないですねなあの。病気をこれ以上よく 悪くならないようにするとか良くするためにどういうことをしたらいいかっていうことを一旦こう調べたりとか何かそれをそのためにこう行動に移してみるとかですねそういうことにこう意識を向けるようにするということですね。ほんでこうなんかこうその愚痴をこぼしたりする辛い思いを相手に伝えることによって自分がなんかちょっとこうちょっと。 気持ちが楽になるかもしれないんですけども聞いてる相手はね辛いという辛い思いをするんでねで相手のことを考えるとなるべくそういうことは言わない方がいいんじゃないかなと。 いいう,うに思いますねだからお金がないんやったらないでぼ僕もそんなにあれですけどそれを解決するためにどうしたらいいかとかその解決の仕方それはこう僕なんかはこう,こうしていこうっていうのがこうあってですねでそれに向かってこう行動を移してるんですけどもそのやっぱりその辛い思いっていうのは何か聞いてもらってこう同情してもらいたいっていう気持ちがあるんですかね。でででももそそののそのののの場同情いう一瞬だけで、ね、相手もその その自分のことでそんなに関心がないですよね正直言ってねそこまで関心がないしそこまでこう とととかし,し,してやろうう動くっていうこともないんです、ね、相手もそんなに暇じゃないんでねその自分の,その生活自分の人生があるんでねそのことをこうやっていくことになるんでその相手にそういう時間を奪うこともちょっとおかしな話になってくるんでねだからそ,それよりもですね自分の自分,を自分の,その生活を変えるためにで、ね、生活というか自分のその 境遇を変えるためになんかこう行動を起こすことをしていった方がいいとそっちに意識を向けるようにしていった方がいいんじゃないかなとでその方がいろいろとこういいようになってくるんですね。 でその集まってくるそのいろんな集まってくるものをしっかりとキャッチしてですねそれで行動に移す、えー、動いていくっていうことをしていくとそういうふうにした方が、えー、断然全然そのいいというふうに思います。ということで。 えー、分かってもらおうとするより自分の行動に意識を向けるということについてお話しさせていただきました。では今日ももきましょうどうど